ケネディ家のひな人形、半世紀前の送り主が北海道に1。1962年、故ジョン・ F ・ケネディ前元大統領に送られたひな人形の送り主が6日、北海道北見市で見つかった。人形を大切に保管していた。長女で中日米国大使のキャロライン・ケネディ氏が4日に札幌市を公式訪問した際、送り主に会ってお礼が言いたい。 探してほしいと呼びかけていた。